ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮フィルハーモニー管弦楽団1995年録音の曲を聴いていただきました。私は今日まるで NHK の音楽番組の司会者のような雰囲気を醸し出しながらやっています。こんばんは、ジョン・カビラです。それでは続きまして、今度は皆さんご注目ください。対岸の壁面に、特別な映像が流れます。パラリンピック、オリンピック、東京のパラリンピックまであと2年、そのパラリンピックの多くの人に関心を集めてもらうための映像があります。東京都が作りました。多くのスタッフが作りました。日本の著名な漫画家とパラリンピックのアスリートが一体になって、作られた映像です。こういった空間で流されるのはおそらく本邦初でしょう。注目ください。それではどうぞ。その時間の間ちょっとおしゃべりください。はい、この映像は、2020年の、オリンピック・パラリンピックに向けてですね、パラスポーツを、応援する人を増やそうということをきっかけにですね、応援してくれる、漫画家さんの力によってですね、制作された映像になります。2016年の3月にも、これの前作にあたるビーザヒーローという映像を私の方でプロデュースしまして、まあ、たまたまミズベリングもプロデューサーとして関わらせていただいておりますので、この映像をちょっと流してみようというふうにちょっと思ってですね、堤防に映像を流すという事件をですねちょっとやってみたいと思いまして、今回、ビズベリング と、このビヨンドの共演ということでやらせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここにですね、この映像を流すにあたってはですね、どのようなですねご苦労があったかというと、もう想像に絶するようなですね、国土交通省及びですね、
東京都。ハンコです。え、これ3ヶ月ね、およびですね、各方面のですね、大きなですね、ご理解と調整が働いてですね、真田君が血の汗をにじませながらやっとできたということで、本当におめでとうございました。いつかこういった映像がですね、いつか映画を上映できたりですね、画期的な新しい、パフォーマンスとか映画とかプロモーションとか、まあ、そういったことがこういう場所でできたら素晴らしいと思います。山田さん、朗報があります。はい、どうぞ。今ここの某 M 事務さんの方がですね、なんかそんな話を今されていまして、すごいインスパイアされたみたいだったので、やってよかったです。あ、いや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 、もう NGCC 事情の方からですね、動けば、変わりますね。もうどんどんさせていただきます。はい、それでは我々水辺レンジングシップ号は判定いたしまして、これからですね、ふるさとの、に戻りたいと思いますので、これから火星に帰ります。はい、宇宙からやってきましたか、言ってなかったかな、はい、初めて聞きました。初めて、もうだからに日本の法律を無視してですね、宇宙から無視してませんよ、無視してませんよ、無視してね、全て合意を得て、はい、苦労は全て岩本にかけるということで、無責任に、責任を持ってやってもらいました。やっぱそうですよね、そうです、船の方に逃げちゃったんじゃないかなと思ってたんですけど、そういうことだったんですかね。あ、そうです、そうですそういうことで、それでは船がですね、これから時速50キロでぶっ飛ばして日本橋に帰りたいと思いますけど、嘘です。それでは船長行きますか。はい、じゃあ曲がかかったかな。じゃあ水辺に出港帰ります。ありがとう、また会いましょう。ありがとう、ありがとう、ありがとう。